Thank you.
に来てくださって本当にどうもありがとうございます。すごく皆さんの応援がとても心強くてとても嬉しいです。本当にありがとうございます。皆さんの顔が真っ黒で見えないんですけれども、ぜひ笑いたいときは大声で笑って、泣きたいときは大声で泣いて、うなずくときはうんうんと声を出していただけるととても嬉しいです。お願いします。最初に歌いました曲虹色の自転車、これは2回目に2度目になりますね。皆さんに、先ほど見てくださった方は2回目になりますね。新曲なんですけれども、これは11月の10日に発売されます私の4枚目の、アルバム、恋愛性理論の中の2曲目の曲なんです。それで、この曲は、微妙な女の子の気持ちを歌った曲なんですけれども、この曲、皆さん、どうだったでしょうか。本当に嬉しいです。それでテネージドリーム、これは今日も、皆さん盛り上げてくださいまして本当に本当に本当にどうもありがとうございます。すごい嬉しいです。東京のライブの時に、実は、今みたいに心とって聞こえたんですね。だけれども、その後に心とって言った時に心とって言ってくださった方、手を挙げてくださいって言ったんですよ。そうしたら、誰も手が上がらなくて、で先ほどなんか言ったよって言ってくれた子がいまして、あ、言ってくれたんですかとか言ってたんだけど、私も空耳なのかなと思って誰も手が上がらなかったんで、その時ちょっと私も空耳だったんだと思って、じゃあ私には聞こえたのかもしれませんとか言ったんですけど、その後お手紙をいただきまして、僕は言ったんだけども勇気がなくて手を挙げれなかったって書いてあったお手紙を読みまして、その時にそうだったんだと思って、その時空耳じゃなかったんだなと思って安心しました。あ、嬉しいです。笑い声が聞こえると安心しました。それで今日はもう空耳なんていうもうたくさんもう言ってくださって本当に本当に嬉しいです。もう皆さんでそうやって楽しみたいと思いますので、これから楽しみましょう。
多いんです。この曲は私大好きで、この歌を歌うと中学の頃のことを思い出すんです。この詩と同じように放課後教室に残りまして、校庭をボーと眺めてたんです。そうすると、いろんな音が耳を澄ますと聞こえてくるんです。部活の野球部かなんか、カキーンって言ってたら、なんかテニス部のポーンポーンとかいう音とか、ブラスバンド部の音とか聞こえて、今どういう音にしようかなとか思って、本当になんかいいですよね、放課後っていいと思いませんね。私すっごい放課後好きで、でも怒られるんですよね、先生に。早く来なさいとか言ってだから机の下とかに隠れたりしたんです。教団っていうんですか、ところに隠れちゃったりとかして、痛い痛いとか言って、そういうこととかが、この僕はいつでもロンリネスを歌ってると思い出してきて、ね、もうすっごい懐かしい気分になるんです。それなんでこの曲は大好きな曲です。天球日の涙、この間、この4枚目のアルバムの時にレコーディングを小淵沢というところでしました。そこをみんなで、私たちは小淵さんのことをコブッチーと言ってるんですよ。コブッチーって言わせていて、そこのコブッチーで夜みんなで外に来た時に、もうすごい空が綺麗なんですよ。もう星がいっぱい見えて、それなんで、それを見ながら、あれはオリオン座だとか言ってね、私はよく見えなかったんですけど、スーパーがよく全然知らないで、それを見ながら、あ、天気の涙みたいだなと思って感動してたんですけど、で、その天気の涙のもう一つの意味をその小淵で、感じたんですけれども、このところずっと雨が続いてましたよね。それでいろんなところに被害をもたらしたんですけれども、私はその時に西湖をすごいいっぱい雨で埋め尽くしてしまいましたよね。で、西湖に結構最近行ったんです。で、それでその時にあんなに静かで綺麗な湖だったのが、あんなになんか残酷っていうか、そういう風になっちゃって、すごい悲しいっていうか、すごいな、もう本当に自然というのは怖いなって思いまして、で、秋の宮島もこっちこの間行ったんですよ。で、そこもすごい大変だそうで、水浸しになっちゃって、なんだか私が行ったところそういう風になっちゃって、なんかすごい悲しくなっちゃって、それでその天球儀、私たちが住んでるその地球のもう一つの涙なんじゃないかなと、そのコブッチでいろいろなことを考えながら、そういうことをコブッチで思いました。それでは、ここで、3曲続けてメドレーで聴いてください。
当時90、アマウト書館の調べ90、迷い道91、3曲続けてメドレーで聴いていただきました。はあ、笑い声とか聞こえるととても嬉しい。この、 3曲は、これが流行っていた頃、私はちょうど小学生の、後半ぐらいから中学生ぐらいだったんですけれども、この3曲ともすっごい好きな曲で、その頃まさか私がこの曲を歌えるなんて本当に夢にも思ってなかったんです。それを私が歌えるっていうことでもうすごいその時嬉しかったんですけど、もうでも、もう本当にオリジナルの曲のイメージが強くってどうしようとか思ったんですけど、でもこれは笠原ひろ子の異邦人94だと思って、すごい一生懸命歌いました。それで迷い道91はどうだったんでしょうか。そこまで言っていただいたらこの歌を今回ライブで歌うっていうことでお家で練習をしようと思って、歌ってみたんです。そしたらこれが全部歌えたんですよ。で、私ってすごいなって天才だなと思ってしまう。すぐ忘れちゃう方なんですけど、全部こう歌みたいに覚えてればいいと思うんですけれどもね。というところで、新曲です。2曲続けて聴いてください。
きました、この2曲は新曲で、今口ずさんでくれてた方もいらっしゃいまして、とても嬉しかったんですけれども、皆さんもう10月の25日にこの新曲は発売されたんで、もう聴いていただいてると思いますので、本当に嬉しいです。まだの人はぜひ聴いてください。それでこの白いページの中に、この曲は13年前、コッキーポップというラジオで流れていた曲だそうで、柴田真由美さんという方が歌っていらっしゃいます。この曲を歌うということで最初聴かせてもらいました。私初めてだったんですけど、聴いたのが、それで聴いたらもうすごいよくって、こんなにいい曲を歌わせてもらうんだと思って、すごい嬉しかったんです。でもやっぱりその柴田真由美さんのイメージが強くってでもこれはI'm not afraid to die.
皆さんはどんなクリスマスの風景を思い浮かべたんでしょうか。そのクリスマスビデオの、とても楽しかった裏話をここでちょっとお話ししたいなと思います。そのビデオの中でとても可愛らしい、チグちゃんたちが共演してくださっているんですけれども、2歳と3歳の子なんですけど、2歳の子はレイちゃんと言いまして女の子で、そして3歳の子はヒロ君という男の子なんですけれども、その子たちには本当にいろいろなことを教わりました。その中ですごく勉強になった話を今日ここでお話ししたいと思います。そのエリちゃんっていう、エリちゃんじゃないよ、エリちゃんはキーボードの方たち、レイちゃんさっき楽屋でエリちゃんエリちゃんとか言ってたからで、そのレイちゃんっていう子がとっても可愛くて、私そのビデオの中でなんと魔法使いの格好をしてるんです。で、その魔法使いの衣装を着た途端、レイちゃんが私の方を見てマジョリーナって言うんですね。マジョリーナと思って、あ、その時、あ、子供は魔女のことを今マジョリーナって言うんだと思って、あ、そうか、勉強になったなーって思ってたんですけど、そうしたらだんだんマジョリーナ怖いとか言って、全然私の方に近づいてこないんですね。で、あ、それは困ったと思って、一生懸命テイチューンとか言って、一生懸命こうお花とか見せたりとかしてやってたんですけど、怖いとか言ってダメなんですね。後から聞いたんですけど、そのお母さんから聞いたんですけど、マジョリーナっていうのは、アニメの主人公の魔女の名前だったんです。で、それでそのアニメからマジョリーナが抜け出てきたと思ったらしくって、で、私のことをそのマジョリーナだともう飲み込んじゃってて、もう全然近寄ってくれなかったんです。で、そんなレイちゃんを見て、あ、本当の魔女だと思い込んじゃって、とっても子供ってやっぱり素直だなぁと思って、そんな気持ちをいつまでも失わずにいたいなぁと思ってるんですけど、思います。そしてヒロ君、このヒロ君にも、教わりました。ヒロ君は F1 が大好きで、ヒロ君って面白いなんか喋り方して、ちょっとなんか、ほっぺた膨らまして、なんか、F1 のなんかセナが好きらしくて、セナセナとか言うんですよ。で、なんか、マクローレン本当、マクローレン本当とか言って、最初何言ってるか分かんなかったんですけど、よく聞いてみたら、マクローレン本田って言ってて、それ何とか言ったら、なんかセナ、セナとか言うんですよ。で、それなんで、私、今までちょっとあんまり F1 とかって興味なかったんですけど、そのヒロ君の影響で、この間見ました、F1。そうしたら、本当に、セナが、マクラーレン・ホンダっていうチームなんですね。それ実はさっきファンの方から教えていただいた。ファンの方からも本当に、いつも教えられっぱなしで、ありがとうございます。それで、その F1 を見まして、あ、本当にヒロ君が言った通りだとか思いまして、本当にたくさんそんな子供たちから教えてもらって、とっても楽しい思いをしました。そして、もう一つ、とっても楽しかったことがありまして、その時にファンの皆さんが来ていただいて、一緒に撮影をしたんですけれども、その時来ていただいた方っていらっしゃいますか？あ、一人ですか？っていうお声が聞こえましたので、きっと来ていただいたからフーと言っているんでしょう。その方は分かると思うんですけど、本当にクリスマスにとってもぴったりな雪で暑かったですよね。そうですね。あ、見えないんで本当にありがとうございます。
し、すごい暑くて、立ってるだけで、ただ立ってるだけで汗がダラ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 出てくるような、クリスマスにぴったりな日で、それで、そんな中で、皆さん、ロングコートを着て、マフラーをして、手袋をして、来ていただきまして、本当に、暑い年間、ありがとうございました。クリスマスのビデオ、そんなとってもとっても、楽しい雰囲気がきっと伝わると思うので、皆さんぜひ見ていただきたいなと思います。それでは、
パトレーバーのコンディショングリーンで盛り上がりたいと思います。聞いてください。
私の本当に大好きな曲、ディスタンスでお別れしたいと思います。聴いてください。